はい、こんにちは、主さんです。今回はね、ジャンク品をね、紹介していきたいと思います。まず1点目、また買った話なんですけど、こちらでございます。センサーライトですね。110円で買ってるんですけど、これはね、これですね、LED センサー、明暗センサー付きナイトライトということで、デイライト。ダイソー産業さんですね。ダイソーさんの商品です。100円で買ってるんですけど、これ一応300円するらしいです。ちょっと後で動作確認しましょう。ちょっと他にもあるから。次が、これでございます。タップですね。前にも言いましたが、これ500円でね、買ってるんですけど、ジャンク品でね、ちょっとタップを買うのは気をつけてください。本当に危ないんで。タップは実は、賞味期限じゃないんですけど、だいたい何年で買い替えろみたいなのがあるんで、まあ、古いやつはね、基本的に買わないようにしましょう。で、今回これを買ったのは、ちょっととある理由があって買いました。ちょっと実験するのにね、この、わかります?この防塵タイプっていうか、この蓋がついてるタイプのやつが欲しくて、なんか普通に買うのもなんかバカバカしいから使いやええかっていうので、これを買いました。これはね、どこのかはわからない。あ、コーナンって書いてますね。コーナンのオリジナルです。コーナンもまた気をつけてください。コーナンさんはね、コーナンさんがダメだって言ってるわけじゃないですよ。コーナンさんすげえ真面目なんですけど、ちょくちょくね、リコールのその遅れを出すんですよ。これダメでした、みたいな。だから、回収しまーす、みたいな出すんですけどですね。こっちとら、毎日行ってるわけでもないし、たまに行くんですけど、まあ、関係ねえかってので、掲示板とか見ないからね。それはあるかなと思います。ちょっと、まあ、僕はそんなこと言いながらコーナンさんヘビーユーザーなんですけど、真面目だからこそたまに、あれそうだったんだみたいなのはありますよね。ちょっと焼けてますけど、これ日焼けで何かあったわけじゃないと思います。防塵で各あれがついてて、ここにリセットボタンっていうかあれがあるんで、その辺はね、いいんじゃないかなと思いますよ。では、今電源が入ったらね、こういった形で、オンになっているとこは光ってて、オフになっているとこは光らない。このね、ライト案外すぐバカになるんですよね。で、これを挿して、で、ここにちゃんとね、丁寧でしょ。N 極って書いてます。NNN。こっちがアースですね。で、実はコンセントもね、長さが本来は違うはずなんですけど、ここにこれを挿して、オンにして、センサー、あれ?あ、センサー、ほら。見えてるかな?今度、アレクサ照明消して。おい、こっちって。これでちょっと消えるの待ちますよ。長えな。アレクサ、照明つけて。あ、消えたわ。暗かったらつくんか。なるほどね。コンセントを挿すだけで光センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に。だから人感じゃないですね。明るさでのあれなんだ。こうなったら消える。これは消えるんだわ。明るいから。そう、こうなったら暗くなるからついちゃうみたいなことだと思いますね。これいいですね。これね、本来300円するんですけど、100円で買ってます。100円買いでしょ。めっちゃ軽い。これ中開けたくなるぐらい軽い。はい。ということで、これ2点目ね。で次。3点目がこちらでございます。A 門のですね、ダブルコードでございます。これは 0.5 スケの長さ6メートルなんですけど、110円でね、買ってます。もうね、こういうコードはいくらあってもいいんですよ。いくらするかな ?A 門。A もはね、あれです。実はね、商品に全部、商品ナンバーみたいなのが入ってて、ナンバーみたいな。これはね、M271 です。A もんの M271、0.5 スケの6メーターは Amazon で548円で買えるのを110円で買えてます。これは地味なあれがすごいやっぱり、後で効いてくるんですよ。次はね、こちらでございます。マキタの、ドライバーっすね。ドライバーってか、電動ドライバーっていうかな。TD131D。D なんでドライバーかな?TD131。これは、充電式インパクトドライバー TD131 でございます。ね。ジャンクでバッテリーないので未チェックっていうね、ヤフオクとかでもとりあえず敬遠するやつですね。でもね、ヤフオク、この間もちょっとツイッターで言ったんですけど、メルカリとかでね、動作未確認、どうのこうのってあるじゃないですか。
550円で買えてます。1000円だったかなと思ったけど、550円だったら買いですね。過去の僕を今の僕が褒めてあげたいですね。動作確認してないやつあるじゃないですか。僕仮に動作確認してても動作確認してませんって言いますからね。なぜなら、わかんないじゃないですか。今日使えても明日使えなくなるかもしれないし、出品日に売れるわけじゃないですからね。大体出品してすぐ売れるやつは売れるんですけど、ひどい時本当に売れなくて、忘れた頃に、マジでか。しかもなんならね、3週間前より今の方が高いんだけどっていう状態で売れたりもするんで、あれはね、一理あるんですよね。で、これ僕の、持ってるジャンクというか、いつまで使えるかわからない 14.4V の純正バッテリーですね。いきますよ。ああ。おい。あれめっちゃいいね。しかもほら、ライトつくタイプ。いいね。あ、これいいわ。いいわ、いいわ。いいね。いいの買ったわ。これ、550円です。これ当たりでしょ。まあでも、今そんなもんなんかな。めっちゃ古そうだし。TD131 は、カーボンブラシを交換すればまだまだ使える感じかな。でも、カーボンブラシ使わなくても、ちゃんと通電してるから、大丈夫だとは思いますが。オークション、ヤフオクだったら、だいたいね、本体で、そうだな、動作品だったら4000円ぐらいで売れてるかな。3000円から4000円。まあ、当たりだと僕は思ってますけど。はい。これが3点目。で、次はね、しょうもないです、買いました。こちらでございます。あれです。110円でね、買ってるんですけど、見たことないですかね？こういうやつ。こういうやつね。で、ここに、こうなってて、ここに、あれですよ。ここにこうやって、こうすることで、ここに、でかい画面がね、表示されるっていうやつ。まあまあ、でかくね、表示されるんですよ。何を表示しようかな。ちょっと個人情報もあるからな。見せてあげられないな。まあまあまあ、でかく表示されてますよ。はい、暗くしたらね、結構この画面いっぱいに表示されて、まあまあそのでかく見えます。これはこれでありかなっていう気にはしますね。まあわざわざ大金で買うのはちょっと忍びないなってのもわかるし、まあでもちょっとしたアイデア商品じゃないかなと思います。まあまあ使い道というか、まあわからんでもないっていう感じです。これちゃんとほら、スタンドとかもあるんですよ、こうやって。ね、まあそういった意味ではまあ面白いんじゃないかなと思います。よくできたアイデア商品のイメージですね。はい。で、あと二つ。次がこちらでございます。ここか。ウォータープロ PH、マーフィードかな ?MARFIED。ウォータープロ PH。まあ、いや、PH、pH 値をね、測るんじゃないかな。どうやって測るんだろう。なんか、この辺で開くんかな。開かね。ここが開かないとどうしようもない。100円なんですけどね、これ。100円で買ってるんですけど。どうやって開けんだろうね。あ、しまった。なんかカチカチ音するわ。面白いな。まあ、僕が pH 値をね、測る必要は一切ないんですけど。あ、抜けた。で、抜けて？一応ね、まだオークションとかでも取引はされてるっぽいんだけど、はい、電源どっからやるのかなと思って、分解したらね、一応電池入れるとこあったんで、少しカビてるんですけど、電池を入れてね、確かめてみたいと思います。電源が入ってくれません。ということでどうしようもないですね。最後はね、こちらでございます。ジュンスンの、ナビですね。1000円で買ってます。なんでこんなの買うのっていう話なんですけど、まあ僕は使わない。僕は多分使わないんですけど、ちょっと欲しい、探してるっていう知り合いがいたんで。はい、こちらが本体でございますね。今もう現状電池が終わってるんで電源が入らないんですけど、このコードを見る限り、これで動いてくれるんで、とりあえず USB の線を挿しますか。私の備蓄。USB 備蓄ラインナップが火を吹きます。いっぱいあるからね。ではね、電源を入れるべく、私の備蓄しているこの USB to コンセントのこいつでね、電源を入れていきたいと思いますよ。
ね、ここにいるとまだこのさっき紹介したタップも生きてくるっていうね。いいね。伏線回収。だいたいこういうのを貼ってるここにね、何かあるんですか？はい、ね、今、私の、このね、普通のコンセントトゥ、USB のこちらではね、起動しなかったんで、車の方でね、確認してきたら普通についたんですよ。多分ちゃんと 12V なんですね。いや、まあ、それは 12V だわな。車用だもんな。昔200円で買った、ジャンク品のね、このシガーソケットに多分、言うたら 100V を 12V に変換するやつが入ってると思うんだけど、これでやれるかやってみたいと思います。これでも起動せんのか。ごめんなさい、車で撮らないとこの続きは撮れねえけど、一応動いてます。2020年の地図が入ってましたね。多分 Windows かなが入ってるのかわかんないけど、アイコン系は全部 Windows のね、デフォルトで入ってるアイコンが使われてました。どうなんだろうね。ちょっと細かいこと言って差し上げられないけど、一応使えます。まあ、使えたところでね、地図情報出せないんですけど、悔しいですね。ちゃんと使えてるんで。はい、ということでね、今回は1、2、3、4、5、6点かなの紹介だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、うん。個人的には良かったなと思います。これなんかね、もうこういうのはもう飛びついちゃいますから、私はもう。使わないかも。もうだいぶ溜まってきたんですけどね。でもね、使うときはどさっとなくなっちゃう。どさっとなくなっちゃうんで、まあ、その時用にね、置いとこうかなと思います。で、マキタも、結構転がるんですよ。で、プロじゃないから、ちょっと使いたいときにやっぱりあったら便利だし、なるべく安いのがあったらね、買うようにしてます。で、カーボンブラシとかで治ったりもする場合もあるし、まあ、治らない場合も、多々あるんですけどね、プロは、使えなくても、プライベートは全然ね、使えたりします。知り合いにね、大工さんとかいらっしゃったら、もう片落ちのもう使わねえやつ、ただでやるわ、みたいな話もよく聞くでしょ。あんな感じです。僕らでは全然使えるけどもさ、仕事場ではもうとてもじゃないけど、使えないみたいな、そんなことじゃないかなと僕はもう勝手に思ってますけどね。そんなところかな。まあ、ダイソーのこれもちょっと感心しましたけどね。結構便利だなと思いました。ということで、以上でございましたら、まあ、こういったハードオフのね、まとめて買ってきたやつを紹介することもあります。で、当たり外れはね、当然あるので、こんなんで動画出すなよ、とかって思うかもしれないんですけど、ちょっとね、私のビデオブログですので、ぜひね、温かい目で見ていただけたらと思います。他にも、まあ、いろんな一個をね、買ってきて直したり壊したりみたいなこともやってますんで、もしよかったらチャンネル登録していただいて、他の動画も見に来ていただけると嬉しいです。ということで、ありがとうございました。さよなら。